リンツ神大聖堂は、無限在解体大聖堂、マリエン大聖堂としても知られており、オーストリアのリンツにあるローマカトリック大聖堂である。オーストリアで最も高い大聖堂ではないが、最大規模の大聖堂である。1855年に、フランツヨーゼフルディジェ主教によって建築計画が立案され、1862年5月1日に落成した。その後、 アントン・ブルックナーが、リンツ神代聖堂落成を記念して作曲した、祝祭館タータアルジオ・タタイヨが演奏された。1924年、ヨハネス・マリア・ゲルナー司教は、完成した建物を無限在解体の大聖堂として、性別する。ケルン大司教区の建築の巨匠、ヴィンチェンツ・スタッツが描いた、この大聖堂の設計図面は、フランスのゴシック様式で作られている。 この大聖堂は座席数が2万席にも及びオーストリアで最大規模の大聖堂であるが高さは最大ではない。これは当時のオーストリア・ハンガリー帝国ではウィーンのシュテファン大聖堂の南島より高い建造物を建築することは認められていなかったためである。実際に当初計画されていた高い戦闘は認められなかった。落成された リンツ神大聖堂の高さは135メートルで、ステファン大聖堂より2メートル短い。特筆すべきものとしては、大聖堂のステンドグラスの窓がある。最も有名なのは、リンツの歴史を描いたリンツの窓であり、他には、大聖堂建設への基金協力者たちの肖像画なども描かれている。第二次世界大戦中、特に大聖堂の南側で、 いくつかの窓が損壊した。終戦後、これらの窓を復元することはなく、現代美術を検証させた窓に取り替えられた。記念木版画と名板。2006年10月、カトリック教会は、リンツ信大聖堂の記念木版画に、極右政治組織の祖国戦線指導者であった、エンゲルベルト・ドルフースの名板を追加したため、オーストリア国民党を刺激した。しかしその後、 カトリック教会はオーストリア主教会議の決議によって政党政治への今後の不干渉を宣言している。1933年、ドルフースはオーストリアの首相代行として議会を解散した。これが2月内乱を引き起こし独裁政権につながった。ありがとうございます。